毒素を排出する6つのデトックススムージーご紹介するスムージーで、毒素の排出だけでなく、体重を数キロ落とすこともできちゃいます。空気中や食べ物の中、毒素はあなたを取り巻く環境に潜んでいます。感染に対する体の防御力が毒素によって変化し、慢性疾患への抵抗力が弱まります。時に、 バランスの取れた食生活を保つだけでは、毒素を寄せ付けないようにするのに十分ではないのです。今日は、毒素の排出を促す効果が期待できる6種類のスムージーをご紹介しましょう。毒素を排出する6つのスムージー。果実と野菜が持つ活性成分とたっぷりのビタミンと栄養素は、デトックスのための完璧な材料になるのです。 1. 1オレンジキュウリのスムージー。材料、オレンジ、2個、300g、キュウリボン、150g、ほうれん草の葉、10枚、100g、セロリ、50g、パイナップル、1サイで、120g、蜂蜜、大さじ5メートル L、作り方、オレンジを絞り、絞り汁をブレンダーに入れる、 きゅうりの皮をむかずに加え、パイナップルとセロリも加える。5分間ブレンダーで混ぜる。ほうれん草の葉も加え、混ぜ続ける。スムージーをグラスに注ぎ、蜂蜜を加え、出来たてを飲む。2、青リンゴスムージー。材料、青リンゴ、1個、200、G、セロリ、4本、200、G、きゅうり、 一本、三百、G。ほうれん草の葉、十枚、百、G。スイスチアードの葉、二枚、五十、G。レモン、二個、二百、G。生姜、百五十、G。作り方、青りんごを切り、ブレンダーに入れる。セロリ、きゅうり、ほうれん草、スイスチャード、生姜も加える。五分間ブレンダーにかける。 ボールにレモンを絞り、別のコップに入れたスムージーに加える。ブレンダーでなく、ジューサーに全材料、レモン以外を入れて作ることもできます。1週間、朝食前に飲むとデトックスに最も効果的です。3. クランベリージュース。材料、クランベリージュース250、250メートル水 L、1.5メートル 粉末シナモン、大さじ二実地、おろし生姜、小さじ一、十、G ナツメグ、小さじ一、十、G、オレンジの絞り汁、125メートル L、作り方、クランベリージュースと水を沸騰するまで火にかける。弱火にし、シナモン、生姜、ナツメグを加える。15分間熱る。室温まで冷まし、 オレンジの絞り汁を加える。7日間続けて朝に飲むと、毒素の排出を助けてくれるでしょう。4. パイナップルマンゴースムージー。材料、マンゴー、1個、300g、パイナップル3キレ、3切れ、300g、氷、5粒、低脂肪ヨーグルト、お好みで、作り方、氷をブレンダーに入れて少し砕く。 マンゴーの皮を剥いて切り分け、ブレンダーに加える。パイナップルを加える。材料がよく均一に混ざるまでブレンダーにかける。ビタミンが酸化する前に、スムージーができたらすぐに飲む。デトックスの効果を高めるために、お好みでヨーグルトを加えても良いでしょう。5、ビーツ、リンゴ、みかんのスムージー。 ビーツ、リンゴ、水をブレンダーの中スピードで3分間混ぜる。スライスしたマンダリンオレンジを加える。スムージーをこし、すぐに飲む。とってもすっきりするスムージーで、デトックスに効果が期待できるでしょう。6、オレンジ、パイナップル、ミント、ジュース。材料、オレンジ、400、G。 パイナップル、2切れ、200、G ミントの葉、3枚、20、G、水、250、メートル L、作り方、オレンジを絞り、ブレンダーに入れる。パイナップル、ミント、水を加える。均一に混ざるまでブレンダーにかける。さらにスッキリした味わいにしたいなら、氷を3個入れる。 少なくともい日ち杯は3日間飲む。